アトランタス。もう近くなってきてる。みんなと全然やってることも違うし、歌ってることも違うし、みんなやみすぎやでって思うし、みんな楽にもっと生きてみたいな。トラップって面白いリリックとか面白い、そういう音楽やと思うんで、みんなにプッシュしたいですね。僕のラップも自然も褒めもみんなに分け合うって感じです。エントリーナンバー141、和歌山県豆腐。そうですね、個性がもう体から溢れてて最高っすね。キャラクター的に強烈なんで、今一回見たら忘れないだろうなっていうところ。米小僧が畳部屋でスタジオっていうとやっぱりなんか光るんですよね。すごいインパクトのあるリリックと佇まい。米小僧豆腐に会うためラップを始めたきっかけだという和歌山駅で待ち合わせた。とりあえずここでなんかその溜まってて、そのみんなが音流しながら遊んでるみたいな。でもう最初多い時でもう30人とかおって、屋根の下でやったらあかんって言われるんですよ。ほんでこっちへ寄ってみたいな。ほんで地下も、地下でもやってて、いや今はもうできないですねこの状況やったら。ほんでここへスピーカー置いてステージみたいにしてバトルみたいなのも開いてやったりしてたっす。一時は30人ほどいたラッパーも徐々に減り、サイファーは自然消滅。しかしそれでもリアルな和歌山を打ち出そうと、地元の商店街で撮影したミュージックビデオを発表した。和歌山はほんまになんもないとこっすけどね、住みやすいし人が優しいぐらいっす。何もないんで、だからもう遊ぶ場所がないんで、もう音楽作るしかないなみたいな。もう音楽が一番の暇つぶしっていうか、こんなの売ってるっすもんね。 PV で来たいっす、こういうの。ここっすね、ライトタトゥースタジオ。明日入れに来るっすね。ここにひまわり入れるっす。まあ見た目が可愛いかなみたいな。でここのその堀市さんのおいっ子さんがラップスター出してて、ライム。俺は MC ライムレベゼ待ちだし。狭いんすよ、業界狭い。狭いっすね。応募動画の通り、豆腐はお米屋さんの次男。そこの焼肉屋も配達行くっす。ここも配達。音楽活動の傍ら米の配達を手伝っている。結構配達もあるっすよ。まあライススターっす、普通にライススターっす、和歌山では。そんな和歌山のライススター、実家が営むお米屋さんへ。僕のラボです。ここが応募動画撮った米の倉庫、ライスマネーフレックスです。ライスマネーフレックスボンボン。パッケージ。作業もしますね。まあ、各地に米をプッシュするためにパッケージやってるっす。みんなにプッシュしたいですね。僕のラップも自然も米も。みんなで分け合うって感じです。お米屋さんはそうですね、この台で終わると思います。お兄ちゃんは勉強を頑張ってますね。お兄ちゃんは勉強を頑張って今先生になろうとしています。僕は今ラップを頑張ってラップスターになろうとしています。低温倉庫、米を冷やしてるとこですね。こういろんなとこに持っていくやつが分けられてて、これを車に積んで運ぶって感じですね。米の配達しながらその米から受けたマインドをリリックに変えるんで、その運転しながらリリックこう iPhone に書き込んだりするっすね。実家っすね僕の。ここで僕の作品が生まれてます。今アルバム作ってて、みんなと全然やってることも違うし、歌ってることも違うし、普通のことやっても面白くないなと思ってるんで、みんな結構深く考えたりなんかも
悩んだり、なんか甘ったるいラブソング歌ってみたり、みんなやみすぎやでって思うよ。みんな楽にもっと生きてみたいな。トラップって面白い、なんていうかな、リリックとか面白い、そういう音楽やと思うんで、みんな、ま、なんていうかな、面白かっこいいっていうのが一番ベストやと思うんですね、僕の。まあ、日常がおもろいから曲が面白いかなっていうところです。もう日本じゃなくて、なんかアトランタであっちのラッパーとかとなんか一緒にやってるとこを見たいです。はい。地元のアイスです。クルーメーグリーンアイスの元ネタは地元のマッチアイス。心から和歌山を愛する豆腐だが、その目は遠くを見据えている。住むってなったらやっぱり一番地元がいいんですけど、僕はそのアトランタのラッパーとかを見て、まあ、こんなんなりたいなみたいな。それになるためにはやっぱ日本でやってても同じようなことできやんと思うし、なるべく若いうちにもアトランタ行って音楽はやりたいです。遠い夢にも思えるアトランタだが、現地にはヒップホップに関わる仕事をしている父親の友人がいる。和歌山は変わらずですね。アトランタはほんまなんか関西に近いし、なんやったら和歌山にすごい近いと思ってるし、自分らから頑張っていかなあかんやろし、ヒップホップって結局さ、コミュニティの世界やし、地元をこうなんやろ盛り上げてなんぼやから、めっちゃ期待してくる。まあ、音楽でみんなで遊びながら金稼いで遊んで、まあ例えば僕がそう有名になって、それをきっかけに音楽始めた子とかが行けるようなスタジオとかクラブとか、そういうのをまた帰ってきた時に和歌山に作れたら、それが一番いい夢っていうか。そうですね、あの左から2番目の島アトランタス結構近いです。もう近くなってきてるっす。豆腐フルバージョン披露。シャラマカヤントグボーイ、イエイイエイ、シャラマイネームヤングトーク、米小僧、イエイイエイ、ビッチマボース、コロナバイス、リーベロー。